丸ごと必勝チャンネル。さて、先週は上半期の総決算レース宝塚記念が行われ、8番人気のマリアライトが牝馬では11年ぶりの優勝を飾りました。そして断然の1番人気に押されたドゥラメンテ、惜しくも2着という結果でしたが、お二人レースどのようにご覧になりましたか？やっぱ厳しいレースだったですね。はい、うん、きっとね、北サンブラックの武豊ジョッキー、はい、意識的にというか、いつもこうそのレースをこううまく操る武豊ジョッキー、10の武豊ジョッキーではなくて5の勝つぞという、そういうね、武豊ジョッキー、 1000m 通過59秒1というね、ラップにもね、うん、この意識というか宝塚記念のレース作りというのが現れたと思います。で、負けはしたけど、あのバランスで粘ってるから、あのまあ侮れないね、はい、本当にね、はい、勝ち馬に触れないといけないね、はい、もうマリアライト、うん、まさかのっていう印象なんですが、私はいやだってオープンが入ってから有馬記念とか、うん、みんな男馬ってやっても互角なんで、いやそれで来るんだから強いやの馬、本当にはい、ね、まあね、本当にデビューした時はね420キロ、今宝塚記念は438キロで、うん、18キロしか増えてないという見方もあるんですけどね、でもね本当にデビューした時はね、あれ、うん、大丈夫か、う馬か、というぐらいこう耐えれなかったんですけど、あのジェンティルドンナだって負けたんですよ、うん、ブエナビスだって、2着2回でしたっけ、うん、勝てなかった、すごいことですね。いや、一つ一つはババが合ってたね、はい、圧倒的に合ってるね、湘南パンドラとこのマリアライトは、リスペクトすべき、今の現役の牝馬ではあると思います、うん、そうですか。上杯は当然いい力だよね、うん、2着のドラメンテはいかがでしたか？いや、仕上りは悪くないと思うんだけど、なんかこうリズムが崩れてるというのがね、はい、うん、パドックでも現れていましたね、うん、上り調子の一番いい時でリズムではなかったという感じがします、うんうん、そしてドゥラメンテが回避することになった今年の凱旋門賞の馬券の発売実施を JRA が発表しましたが、こちらいかがですか？長年の課題であると同時にやがて発売されるぞってなってきた時に、はい、調教がどうだとか駐車の段はどうだとか、そういうことではなくて世界のいろんなトップホースの力関係を知らなければ馬券買えないなっていうの。で、日本馬買ってもしょうがないっていうのもみんな分かってるわけでしょだって日本だけのオッズですから、はい、あ、そうですよね。だから日本馬が異常に人気がないということはありえない。少なくとも、はい、ブックメーカーや世界のその当該競馬場よりははるかに売れるんだから、どうやって相手を探すかでしょう。かなりオッズが変動しそうですよね。うん、それで本当そんなに最初売れるわけないから、でも馬券ファンの人は巧みだからね、例えばマカシキが出てきても2着付けだとかね、はい、3着付けだとかねそんなに集中を出しないと思う。もう買い方考えてるもん。あ、本当ですか？マカシキ一等軸の3連複にして、はい、なんか違うやつ外国を1着入れちゃおうかなとか、いろいろみんな考えてると思います。今週3歳馬による G3 ラジオ日経賞を中心にお届けします。開催代わりの福島で行われる芝 1800m のハンデ戦、今年のメンバーいかがでしょうか？前のようにダービーでちょっと負けたとかそういう馬はいないけど、はい、逆にハンデなんて面白いと思います。うん、昔はね、ラジオ日経賞って、はい、案外こういろいろ後々その、G1 とかにつながるレースでもそういう馬もポロポロっといたんですよね、はいはい、夏の福島というか平坦 1800m 専用の馬、1800とか2000とか、今週も第2部でラジオ日経賞の出走各馬それぞれのお二人の評価を詳しくお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。ラジオ日経賞をポイントで解説、重賞のツボです。お二人に展開、コース、タイム、騎手、血統、スペシャルの6つのツボから1つを選んでいただきます。ではまず丹下さんのツボからお願いします。はい、今週はね、スペシャルで、おお、ハンデ、ハンデ、うん、ラジオ日経賞
近年ね、皐月賞、ダービー、NHK マイルで勝ち負けした馬たちが出てきてないんですよね、うん、そういう馬が出てきたらね、多分ハンデでもね、50いきなり59とか、8とか課せられると思うんですけど、でも今年も、トップハンデはあのブラックスピナーの57キロですか、はい、だから、まあ、大体そうですね、自分の与えられた筋量で大体みんな勝ってるんですよ。なんかこう小馬のそのハンデとは違う、自分の筋量56か7で勝ち鞍があれば気にしなくていいレースがこのラジオ日経賞ではないかなと。なるほど、あんまりこうそこまで、突き詰めてハンデだからっていうふうに差がつくとは、考えなくていいレースではないかなと。この時期に序列がつきようがないような気がします。わかりました。では続いて柏木さんのツボは、はい、と行きたいところですが、第1部お時間が来てしまいました。続きは第2部でお届けします。もちろんお二人のラジオ日経賞出走前場の評価もお伺いしていきます。お見逃しなく。